今回はですね、急遽ですね、春日社長を率いるポート社がまた MA 社みたいなので、急遽僕春日さんにメッセージ送って、また買いました。なんなら今から撮影どうですかっていうふうにメッセージ送ったら、え、いいっすよ。ということだったんで、急遽春日社長と今回の MA について速報を取っていきたいと思います。ということで春日さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんご存知かもしれませんが、ポートの春日さんはですね、前回、ドワーズ社を買収されて、大ヒットソンのあるんですね。その他にも、もともとやられてた人材系のビジネスもやっていて、今、東証マザーズに上場して、もう上場の何年目ですか ?2018 年の末に上場しましたんで、まるまる3年ぐらいですね。めちゃくちゃ若いんですよね。まだ30。今、最初なのか。若いな。という感じなんですよ。かなりやりの社長さんなんですけど、まず今回ね、大型買収です。それもちょっと。なんで、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。これって、ポート社が N チョイス等のマッチング DS メディアを運営する株式会社、INE って言うんですよね。INE って言うんです。INE 社の、50.91% を取得することになったということなんですけど、これってエネルギー業界にポート社が参入するということなんですか？そうです。エネルギー領域のマッチング DX をやるということですね。エネルギー業界のマッチング DX をやるということなんですね。そうです。なので、就職リフォーム、カードローン、この3つやってたんですけど、第4の柱として、エネルギー、ここに参入する。ですね、なるほど。これ全部 100% 子会社じゃなくて、50点、要は過半数を取ったっていうところも気になるんですけど、そもそも、これは、この領域狙ってたんですか？です。もともと狙ってました。やっぱり、大ヒット層の窓口 M&A 社って言ったら、ここ、リフォームの領域なんで、リフォームの領域って、戸建てで、かつその人たちってみんな、当然ですけど、電力とかガスとか、当然使いますし、あとはその太陽光、そことの相性もすごくいいと思ったんですよ。で、エネルギーの業界で、今もう再エネってめちゃくちゃ言われてるじゃないですか。で、この再エネの中で、もう、太陽光っていうのがもうすごく重要で、太陽光のその発電量を増やして、その再エネ発電量を増やすためにはもう、太陽光の発電量を増やそう。で、そのためには戸建てにどんどん設置していこうっていうのが、政策の方針としても、かなり検討が進んでるんですよ。ってことはもうリフォームとめちゃくちゃ相性いいじゃないですか。なるほど。はい。なんでもうエネルギーには絶対参入しようっていうのはあったんですね。なるほど。はい。で、そのこのウェブサイトっていうか、こういう、比較サイトっていうんですかね、っていうところを探してたんですか？探してましたね。その領域に参入するにあたって、新規で作るのも全然やれると思うんですよ。ただ、すでにもうやられていて、もう顧客の資産もあって、事業も回ってて、組織も回っててっていう会社を伸ばしていく方が、スピードが速い場合は M&A も当然した方がいいと思ったので、そういうビジネスを探してました。なるほど。さすが。そうか。じゃあ、ポート社にとってもね、見れば、その前回買収したドワーズ社と、外壁塗装、リフォームとかの、顧客リストがあるんで、それに対して、アドオンできるし、かつ、今回買収した INE 社のその、リストもあるんで、クロスセルもできるってことなんですね。そうです。なんで、もうエネルギーは、なんですね、リフォーム領域参入したときに、リフォームの横展開を考えてたんですけど、合わせて、次の領域行くなら、リフォームと相性がもう絶対エネルギーだ。こんな風に思ってました。なるほど。これちょっと聞きたいんですけど、この案件って、なんですか、どっかの仲介とか、どっかの FA さんが持ってきたんですか？それとも、そうです。これ吉岡さんから探してくれました。吉岡さんから提案を受けたんですね。そうです。吉岡さんから、こんなのどうですか？紹介を持ってきてくれました。さすが吉岡さん、マジで。すごいな、マジで。ウィルゲート M&A 最大の、最大の規模の M&A になるわけです。いや、これは多分、吉岡さんのツイッターが出しますね。もうメディアですから、あの人。本当に。いや、そうなんですね。いや、すごいな。あ、それで、50%、過半数を取ったっていうところは完全に小会社じゃないっていうところが、前回のドワーズ社とちょっと違うところだと思うんですけど、これって狙いがあるんですか？そうですね。現経営陣は全員残るんですよ。なんで、社長も残るんですよ。なんで、例えばドワーズの場合はもう 100%、創業者が持っていて、M&Aのタイミングで創業オーナーも、抜けるってことが決まってたので、執行役員のメンバーを社長に。しましたけれども、今回はもう社長も残るし、なんで社長も変更しないし、僕取締役で入る予定なんですけど、1名を想定しているので、なので基本的にはその現経営陣と一緒にまだまだ伸ばしていくということを前提に、今回 50.91% という設計です。なるほど。じゃあ、次のわかんないですけど、今の経営陣も、株主も、次の出口もしかしたら IPO かもしれないし、そういうところの可能性もまだ残ってるっていうことですよね。これからまず考えていく。100% 化を前提にするとか、IPO をするとか、そういったところも含めて、まずはこう、50.9%、我々として子会社化して、この会社を伸ばしに行きます。一緒に伸ばしましょう。その中で、どっちに持っていくかっていうのは、ぜひ一緒に考えましょうっていうところですね。
なるほど、すごいな。あ、ちょっとこれも聞きたいんですけど、春日さんっていろんな事業をやられてるじゃないですか。で、そのドバーズも買収して、それも伸ばされているっていう中で、どうやってマネジメントしていかれてるんですか？いやー、そうですね。やっぱり、その、経営陣というか、いわゆるその、経営者人材を、ちゃんとこう、なんていうんですかね、ちゃんとそこに据えて、そのメンバーと、しっかりとその事業を、まあ、事業の方針だったり、会社の方針を、ちゃんと握り合うことが重要だと思っていて、当然やっぱりいろんな領域の事業をやると、自分がその、隅から隅まで、事業ができるかというと、そういうことじゃないと思うんですけど、ただ自分の解像度はちゃんと上げて、その上で経営者人材と、ちゃんとこう、コンタクトを取って、一緒にやっていくっていうところがポイントかなと思います。なるほど、なるほど。わかりました。あとね、これも聞きたい。僕もその事業家として、聞きたいのが、あ、まだこれ資料出てるんですか？どれくらいのバリエーションで評価していただいて、買収されたのか。はい。はい。企業価値は40億円っていうところで、そこに対して 50.91% ですね。おー。対象事業は、前期の利益ってどれくらい出てたんですか？前期が3月決算なんですけど、そこで、まあ、ざっくり6億円ぐらいです。おー、正常利益で6億ぐらい。そうです、そうです。まあ、いや、もう正常利益、決算ベース。決算ベースで。決算ベースで。え、上場準備をされてたんですか？されてるんですか？いや、上場準備まではしてないです。具体的な。うん。すごいな。めちゃくちゃいい会社だな。で、今期も増収増益。前期が売上32億の営業利益約6億。で、今期それを増収増益基調なので、まあ、伸びてますと。で、まあ、当然それだけ利益出てる会社なので、銀行から単独でも借り入れできるんです。ですので、現金すごくあるのと、まあ、そこを差し引いたネットキャッシュで見ても大体9億円ぐらいは、今現段階で。うんうん、なので、現金9億円くらいある会社で、営業利益、前期、6億、出てる会社を、4兆で、50っていう、まあ、関数とかっていうんですね。なるほど。で、しかも、じゃあ、春日さんの率いる、そのポートグループっていうんですかね、そのドアーズのところのマッチングを考えると、アップサイドめちゃくちゃありますよね。そうですね。この会社さん、まあ、いいところなんですけど、ウェブのそのオーガニックでの集客ってもうほぼやってないんですよ。そうなんだ。なんで、いわゆるその、ウェブ広告とか、リアルな集客チャンネルとか、そういうところで活動してるんですね。なんで、集客チャンネルとしては僕らもメインのところをやってないんで、やるとそこやれば、まあ、売り上げ伸びるし、利益効率上がるし、みたいな、両方を獲得できるんで、僕らにとってはすごく都合がいいっていうところですね。なるほど、なるほど、なるほど。春日さんが得意分野のところが、まだスイートスポットとして空いてるってことなんですね。逆にやってないってことだったんで、これ絶対ここでやれば伸びるでしょ、みたいなのがあるんで。なるほどですね。今回も、春日さんが充電にガンガンまたビジネス充電入られたんですか？めちゃありましたね。最初まずビジネス充電に。なんかもう気づいたらすごいことになってましたね、春日。ですし、いやもう本当にこう、やっぱりこう会社さんにそういうのってこう寄ると思うんですけど、社長とも飲み行かせてもらいましたし、その会社の重要な取引先、重要な取引先にも事前に軽く伝えて飲み行ったりとか、取締役メンバーたちだけと飲み行ったりとか、いろいろしたんですね。で、まあなんで今回全員抜けずに、まず一緒に頑張りましょうっていう形で入れてるので、そこはすごくありがたいです。いや、僕ね、春日さんみたいなね、その買収、まあ、上場企業の社長さんで、そこまでなんですかね、細かく、その熱心にやられる人少ないんじゃないかなと思ってて、なんか動画でうまく伝わるかわかんないですけど、レッスンめちゃくちゃ早いし、もう買収ここかって決めたら春日さん答えるのね、夜中まで、多分2時とかまでやり取りするんですよ。なんか、そうです。前回僕ポッドキャストでそう思いましたね。朝6時くらいから始まってみたいな、ラスト一緒だった。確かに。でもちゃんと正しいプロセスを通すんですよね。ちょっとこれ厄介が必要ですみたいな、認知していただけますみたいな感じなんで、すっげえなとちょっと思いましたけど、まさに今回は多分そんな感じだったかなっていう想像つきますよ。そうですね。規模感も規模感なんで、やっぱりドアーズの時もすごく新しい領域の参入だったんで、マーケットの環境からめちゃくちゃ調べなきゃいけなかったんですけど、まあ、今回もエネルギーは当然新規なので、マーケットの環境も調べるし、その会社も調べるし、今後も調べるし、まあ、結構いろいろやらなきゃいけなかったなと思います。ただやっぱりその中でも、業績出てるってことがまあ全てではあると思うんですけど、その中にこう隠されてるその強みっていうのが非常によく分かったし、伸ばせるポイントも非常によく分かったので、あ、これはぜひやりたいなっていうふうに思ってましたね。あ、これはやりたいっていうの、ぜひともその買収だったり。そうですね、これはデマンデーしたいなっていうふうに思いました。なんか他になかったですね。他手挙げた会社って、なんか絶対いるような感じするんですよ。吉岡さんに聞いた方がいいじゃないですか。でもその確かに、絶対いますよね。普通に考えたら。このぐらいの規模だともうファンドとも出てくるじゃないですか。うん、確かに確かにそうですね。うん。だから安定的に利益も3年前から、3年前から億単位で利益出てますし、で、今期も増収基調で、ちゃんと伸びてる会社なんで、なんか、同業もそうですけど、ファンド系とか、なんか普通にもっと自分たちよりでかい会社とか来てると思いますよね。なるほど、なるほど。その今回のその買収資金っていうのはどういうふうな感じで調達されたんですか？あ、買収資金全額フルローンなんですよ。三菱 UFJ にやっていただいたんですけど、全額まず、その、過半数取る分全額ローンですし、
かつ、その、まず、今期払わなくていいんですよ。今期返さなくていいんですよ、まず。なんで、買収してからすぐ返済スタートしないんですよ。で、6年契約なんですけど、6年契約なんですけど、10年で終わってるんです。6年契約だけど10年、どういうことですか？ですね。要は、例えば、じゃあ、ざっくり20億円だとするじゃないですか。そうすると、10年でスケジュールやると、1年間2億円じゃないですか。うん、うん。返済金額って。ただ、6年分の契約だけしてるんです。うん、うん、うん。なので、ざっくりと、ざっくりと、この後ろの4年分っていうところは、後々また、リファイナンスって言って、また、こう、借り入れ契約するとか、先に払うとかやるんですけど、これを、もし、6年契約、6年スケジュールだと、1年、単純に6分割するんで、20億円を。うん、うん、うん。1年間あたりに返済しなきゃいけない金額が、当然大きくなるじゃないですか。うん、うん、うん。でも、10年で分割したスケジュールにしてくれると、年間2億だけでいいんですよ。なるほど、なるほど。うん。でも、営業キャッシュが前期6億出てる会社なんで、うん。営業キャッシュフロー内って確実に返済できる状況になりやすいじゃないですか。うん、そうですね、そうですね。しかも、その10年のスケジュールなんで、その6年スケジュールに比べて10年スケジュールでやった方が、返済額も少ないんで、なので、すごくこう、フルローンだし、かつ営業キャッシュフローの効率もいい。返済スケジュールが。なるほど、なるほど。っていうのがいいところです。今回なるほど。伸びてるマーケットだし、政府もそっちに舵を切れって言ってるマーケットでもあるし、かつその中でポジション取ってる会社があって利益が出てますと。で、その買収資金もそのローンで、キャッシュフローベースでも痛まない。なんなら利益は当たり前ですけど、買ってくるっていうような感じでスキームを配るかってことですね。そうです、そうです。なんで、むしろ、そのなんかこう、なんていうんですか、こう、例えばマルチ5倍で買います。で、5年返済です。の場合って、5年間はその返済に回っちゃうケースが多いじゃないですか。例えばね、投資回収として。ただ、今回のやつだと、その営業キャッシュで6億出て、そこに対して年間2億円の返済スケジュールなので、そうすると4億円、もしそのまま据え置きだとしても出てくるわけじゃないですか。そうすると他に投資できるし、なんならその会社でファンデしようとかできるかもしれないし、まあ、そういう高骨的なポイントがあります。なんかキャッシュフローベースは分かったんですけど、そののれんの償却に対してどんな感じなんですか？まあそうですね、そこうち1% なんで。完璧だ2% っていうのは、まあ、知る方いらっしゃると思いますが、国際関係基準なんで、毎年のれんを償却しなくていいんですね。その代わり、大幅に目標が、ね、管理があった場合、一括で計上しなきゃいけないっていうデメリットがありますけど、っていうことですね。そうです。なるほどっすね。いや、すごいね、春日さん、マジで。ありがとうございます。どこまで行くんですかね、本当に。うん、いや、でも、まずは、来期中継で、100億売り上げだと作るのと、EBITDA で20億作るのがあるんですよ。まずここに向けてちゃんと達成できるように頑張りたいなと思うんですけど、まあ、今回、今、うち、今期の予測70億から75億です、売り上げ。で、その会社が全部30億なんです。なので、単純に昨年の業績と今期のうちの業績予想を足すと、中継は行くんですよ。なので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、前倒しの達成っていうところが、少しこう、現実味を、帯びてきたというところが、僕は今回のポジティブなポイントなんじゃないかなと思います。なるほどっすね。さすが。やっぱ、カスさんはね、定期的にチェックしておかないとね、すぐ大きい MA するからな、本当に。ちっちゃいやっぱ M&A の、やっぱ5000万、3000万っていう M&A をその上場してから約1年間で8本やったんですよ。8本やったやつ全部売却したわけですけど、やっぱりその発見ぐらいの M&A でよく分かったんですよね。やっぱりその M&A の仕方自体は、そのどんな規模のプロダクトかと変わんないし、なんなら業績出てる会社に対してバリューアップっていうか、その成長投資する方が、実は M&A 効いたりするなっていうのは、やっててすごく思ったんですね。なるほど。その経験を踏まえて、やっぱり、トワーズの M&A もそうだし、今回の INA の M&A もそうだし、そういうところにもっとこう、大規模に投資して、逆にリソースをそこに一気に張りに行くっていうアプローチしていかないと、会社のその成長レベルって効かないなと思ったんですよ。そういうなんかこう背景がありました。やってみて、まあ、3年前にちっちゃいのたくさんやってみて、思ったことがありました。なるほど。これ見てる他の上場企業の社長さん、ちょっとね、胸が痛い人結構いると思いますよ。そうですよ。いや。了解です。じゃあ、今回あれですね。なんかもし可能であれば、次回、今回速報という形でね、今日の MA、今日の日本時間の5時に MA して、今これ、日本時間の6時30分とか撮ってますから。速報動画なんですが、もし可能であれば、次回でも、その、買収された側の、買収というか、まあ、まず、買収というのは言わないですけど、株半分でグループインした会社の、まあ、経営陣とかにも出てもらいたいですけど、心境を。なんで、そっちの、やりま吉岡さん、あ、すで、吉岡本部一緒にセット出してくれたから、そうですね。最近ダイエットしたからな。ちょっと、すごいよな、あれも。わかりました。じゃあ、そんな感じですかね、今日はちょっと、速報で。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。こちらこそ、急遽ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、また M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。M&A バンクご視聴ありがとうございます。ぜひですね、M&A の情報をカジュアルに勉強したい方はチャンネル登録、そして他にもですね、大物起業家に出演いただいてますので、他の動画もチェックしてください。では。